きますか。そういうことも必要ですよね。いやいや、まあお約束ですね。え、真ん中に。いやいや、行きましょう。生まれる方。じゃあまず一人から行ってみますか。二輪車が宙を浮くっていうのは結構不思議じゃないですか。ね、何のきっかけもなしに。ジャンプ台とか、ジャンプ台のきっかけじゃないですかね、寝転がってるのは。パワハラじゃないんだ。あ、また絡めとると笑ってますけどね、あの寝てる本人はね、結構幸せなんです。見せてた見えます？寝る役で。あの、結果はいい気持ちです。あ、そういうことね、リアタイヤで。あ、なるべく密着してないと。離れた方が飛ばれるなんて。そうそうそう。じゃあこれ最後になりますのでね、成功したら、まあ、大拍手で終わりますか。マイナスになることはないです。技術アップのために。